はい、どうもこんにちは。今回また逆転裁判1、2、3なるほどセレクションから逆転裁判1をねやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず証拠品が増えたかな。そう、この手の跡、違う。みつるぎから指紋検査キットをもらって、そう、指紋、これね、これ、指紋検査キットを使って、今まで行ってた場所の手形の指紋を、まあ、見つけたわけよ。で、その結果、まあ、この指紋がザイモンだったっていうことは分かった。その証拠を持って、いざ法廷始めていこうかっていう感じなんだけど、まあ、やっていこうか。なるほどさん、どうなんですか、今日は。多分、検察側も困ってるんじゃないかな。何しろ、ともえ？ともえはあれか。ともえ？ああ、お姉ちゃん、喋ったの。二つの場所で同時に発生した被害者が同一の殺人事件。急に来んなよ、お前。せめてお前に切り替わってから喋れよ。そのもう一方の現場で別の容疑者が逮捕されたのですから。お姉ちゃん、ちょっと喉痛え。おはようございます。なるほど、弁護士。昨日はお目にかかれずに失礼いたしました。やっぱり、取り調べですか。ついさっきまで。徹夜なら慣れています。それで、どうなの？弁護士の言う通り、警察には手に負えないようです。あろうことか、この私に司法取引を求めてきました。司法取引？この同時殺人のからくりを彼らに教えて差し上げたら、極刑は免れることができる。そういう取引です。極刑？極刑？お姉ちゃん！まさかその取引に、極めて残念ですが、私自身自体を正確に把握しているとは言いにくい状況なのです。ともえさん、何でしょうか？警察局の証拠監視である人物の痕跡を発見しました。そこ、ザイモンさんと仲いいって言ってたもんな。ザイモン京介巡査です。ザイモン京介の痕跡？血の付着した指紋です。これが今日僕が持っている最強のカードです。この意味わかりますね。お姉ちゃんを助けるためにザイモンさんを告発するんですか？使える武器は全て使う。いいですね、ともえさん。お任せします。なるほど、弁護士。ザイモンさんが捕まる未来もわかんねえけどな。ザイモンさん出てくんのか、そもそも。この法廷に。これより宝月ともえの法廷を改定いたしたい。改定します。弁護側準備完了しております。検察側の準備は？ふうと現れましても、刑事局と警察局は車で約30分の距離がある。被害者の正しき道夫はその2つの場所で同時に刺殺された。いやいや、そんなことありえないでしょう。しかも証拠監視の被害者は消えたと聞いておりますぞ。その死体は三剣健二さんの車から出てきたわけですからね。こんな状態で裁判をするのかよ。私自身の仕事の一つは公正な証拠の提示だと考える。本日は警察局側で起こった事件、それを提示したい。その中で我々が進むべき方向はおのずと見えてくるだろう。さすが三剣健二さん、かっこいいこと言いますよね。自分でもわけがわからないはずなのに。褒めてるつもりかな、それ。それでは審理に入ります。事件当日、もう一つの現場である警察局で何があったのか。三剣健二、証人を召喚していただきましょう。警察局、証拠監視、その殺害事件の容疑者をここへ。じゃあいつか、敬礼君か。なんですって、それっていわゆる犯人ですか？やれやれ、のっけからとんでもない騒ぎになってきたな。来た。それでは証人、名前と職業。は、
本官はこれ、腹ばい進む巡査でございます。ありますか。職業はその殺人犯でありますからして。あ、いえ、職業がそれでは殺し屋になってしまいますので。本官、あれであります、やっちゃいました。反省しておりますからして。申しません、これ。いやいや、証人、私、本官、今時の若いもんでありますからして、これ。皆様、大人にとっては意味不明の生物なのであります。ミスルゲージ、助けるように。それでは証人、腹ばい巡査。はあ。事件当日の報告をしたまえ。これは命令だ。は、喜んで。本官、典型的な指示待ち世代でありますからして。そんな若いの、お前。パッと見そんな若くないけどな。ちょっと悪口になっちゃうけど。圧倒されちゃいますね、なんか。あ、若いっちゃ若いか。事件当日のことであります。あの日、担当外ではありましたが、証拠元素を警備しておりました。防犯カメラに不審な男を発見。本官もそば、保管室。本官、悪くないであります。いきなり襲われたであります。本官、必死で命のやり取りとしてやっちまったであります。それで気を失って同僚の巡査に殴り起こされました。あんまりじっくり見てなかったけど。ちょっと音読の方に集中しちゃって、あんまじっくり考えてなかったけど、そんななんかおかしいとこなかったよな、今。被害者は正しき捜査官が襲いかかってきた。やられる前にやる。腹ばい家の家訓でありますからして。それで気絶したあなたは、あなたを同僚が解放したわけですか。はっ、偶でしこたま殴られたであります。それでは弁護人、尋問をお願いします。まずはとにかく情報を集めないとな。揺さぶればいいのかな、とりあえず。じゃあガンガン揺さぶっていこうか。確かにね、担当保管外なのにね。担当外なのに。確か腹ばいさんは総務課の巡査なんですよね。は、本官こそが新しい警察官の採用を担当しているであります。お前結構じゃ優秀じゃないの、それ。大丈夫か、この人で。事件当日は証拠品の申し送りなので業務は通常ではなかった。そこで非常任務を命じられた巡査も多かったんだ。本官は逮捕君保安担当だったであります。逮捕君。刑事課課長殿が制作された愛らしいマスコットであります。来た。この手形気になるんだけどな。それが申し送りの騒ぎで壊れないよう お守りする。それこそが本官に課されたただ一つの任務だったであります。結構大事にされてんだな。それは重大な任務ですな。あの日、警察局の式典が終わって人の出入りが増えたため、本官、一時的に逮捕君を証拠監視で避難させました。そうなんだ。だから保管室へ入ったわけですな。そこで君は何を見たのだろうか。え、じゃあさ、じゃあ逮捕君の手形もさ、怪しくないじゃん、普通に。ねえ、保管室にさ、証拠監視で踊ってたらしいになってるわ。証拠が。いや、この手形絶対その時ついたんじゃないの。違うのかな。あの保管室に入るには ID カードが必要でしたね。その通りであります。本館の首にもこれ、 ID が。本当だ、あるね。じゃあこの中にあなたの ID ナンバーがあるはずですが、どれ。あった、あったであります。本館、これ、ここにバッチリ。あ、わかりました。どの番号ですか。つまりであります。4989596、これ本館。なるほど。あれ、でも4989596は、あ、2回使用されている。これ大事だよな。絶対使われてんじゃん。
説明してもらおうか、証人。別に本官大したことではないでありまして。あ、てかあれか、2回目あれかな、自分起こされた時かな、起こされて開けたみたいな。1回目は台北の保管室に避難させた時、あ違うな、避難させた時とあれか、殺人の時か、ほとぼりが冷めて取りに行った時であります。うーん、そしてその2回目にはモニターの不審者と運命の出会いを。じゃあ7777だけだな。襲われたというのは具体的に何をされたのですか？ナイフです。これ本館ナイフだったのであります。鑑識捜査官はあなたにナイフを向けた。それで出会い頭向こうもかなりびっくりしていたであります。ちょっとお前の喋り方マジでパワーいるから疲れるわ。まああまり出会いたくない類の人だもんな。そこで本館この通りカモシカのような腕を振り回して勇敢に抵抗。その結果このように手をサクサク切られたであります。おとなしくしていれば切られなかったんじゃ。手から血が出て本館もうわーってなっちゃって、とにかく相手の胸ぐらをむずとばかり掴んでこれ。今のところでもあれだな、 ID だけだな。やっちまったというのは本館これでもカンフー映画のマニアでありますからして、相手がちょっぴりひるんだところさっとばかりナイフを奪って、ナイフを奪って振り回してありました。男らしく目をつむりまして、絶対犯人、そこまで犯人お前逃げられなくない？なるほど、必死だったんだろうな。免罪でもなんでもないもんな。奴の白いコートが本館の地上で真っ赤に燃えた次の瞬間、お前の血？どうだったんですか？相手のパンチが本館の狭いおでこにパチンと。これこれ最後だもんな。目を覚ましたのは何時ぐらいのことでしたか？気を失った当人にそれを聞くのはいかがでありましょうか。はあ、証人を解放した巡査の報告では5時半頃だったようだ。あいつ思いっきりおでこを殴りやがったであります。本館の目覚めは涙と共にあったであります。それは何よりでしたね。とりあえず本館大騒ぎになる前に自分の任務を果たしたであります。逮捕君であります。もちろん邪魔が入らないうちに小正門の前に戻しておきました。よかったのかな。それでもう十分でしょう。事態ははっきりしたようです。さてここで問題になるのは一つ、この巡査が殺害したのは本当に正しき道をだったのか。確かにその通りだな。何ですかな証人。その件なんですけど、本館これ差し入れしてもらってきましたので、岩頭局長殿から今朝方。局長が差し入れ。何ですかなそれは。ビデオテープですか？映ってんじゃないのそれ。そうまさにこれビデオテープでありまして、保管室に設置された防犯カメラの映像でありまして、めちゃくちゃ大事な情報だな。しかし私が昨日問い合わせたところではビデオ映像は手違いで消されたと聞いているが。とんでもない手違いですな。本館悩める子羊でありますから、難しいことはこれ。相変わらずうまくいってないみたいだな。警察局との連絡蜜月はぶられてんのかな。とにかくその映像を見てみましょう。あなたが被害者を殺害したその瞬間を。殺害を連呼されると本館これへこむであります。殺人事件の瞬間、一体どんな映像が。この最近の虐殺だったら期待できるな。やっぱ最近の虐殺は違うな。あ、手形ついてるわ。
いや、最近虐殺ちょっとやっぱ動きが違うもんな。今までだったら多分これ静止画だったもんな。ほら、めちゃくちゃ動いてるもん。やっぱちげえな、このショーから。本気度合いは。本気度合いっていうか技術の進化がちげえわ。めちゃくちゃリアルだしな。めちゃくちゃ 3D だもんな。こんなアニメ映像作れたんだ、お前ら。カプコン作れたんだな、これ。あ、殴られた。切られた。とっさに飛びかかって。太保くんどこにいんの、お前。めちゃくちゃ道の真ん中いない、下手したら、お前。ちょうど見えんわ。ちょうど見えてない。なんか映ってんのかな。いや、変わんねえな。ちょうど見えたいな。皆さん、きっと同じことを考えてらっしゃるでしょう。このモヤモヤした感じ、どこへ持っていくべきなのか。なんなんだ、あのうごめくベニヤ板は。はっ、あれこそは刑事課が総力を挙げて制作したヒーロー、太保君、その人でありますからして。あれあれ、やっぱりすんなりとはいかないようだ。うんうんうん。これ見れんのかな、マスコ、もしかして。それはねえか、さすがに。すごっ。すごくない、これ見れんの。マジか。初には誰かと保管室で出会い、そこで何かがあったような、そんなようなことがある種にし。でもあれか、そっか、顔映ってなかったもんな。もういい、裁判長、不完全な映像に頼らなくても本人に聞けば済むことだ。いいな、巡査。はあ、あ、また言ってくれんの。確かに顔がややはっきり映っていないかもしれませんが、あれこそはこれ間違いなく正しき捜査官殿でありました。だって指紋のキーでロックされた保管庫を開けておりますからして。奴が開けたのは正しき捜査官殿の保管庫でした。指紋のロックを解除した以上、正しき捜査官殿でなのであります。なんかあったよ、でもなんかカードキーで開けれるみたいなこと言ってたよな。どれだっけな、言ってたよな。カードキーでも開けられるっすって言ってたよな。これか。いや、これかな。なんかどっか会社ランプが点灯。これだけじゃ分かんないな。なんか ID カードで開けるって言ってなかったかな。違うっけ。指紋のロックですか。捜査官にはそれぞれ一つずつ保管庫が割り当てられている。ロックはそれぞれの捜査官しか解除することはできない。ふむ、そうなるとやはり現場にいた被害者は正しき捜査官だったようですな。それでは弁護人、尋問をお願いします。この尋問がどこへ行くかはまだわからない。でも全ては矛盾から始まる。そこからだな。そろそろ矛盾が来んのか。指紋だけで開けれるって話ちょっと違う気がするんだよな。持ってないんだよな。ただこっからだろ、こっから、ここら辺からだからないんだよな。まあ一応全部聞いてみるか。それではあんた自身ははっきり見たんですか。あなたにナイフを突きつけた相手の顔を。人であえて、人をあえて見たと見ないにくくるとすれば、差し詰め本家などは限りなく見ないに見ないよりに。いやいや、あなた対面したんですよね。それ、あなたは当事者ですよね。顔はそのよく見ていないでありますね、本家。言っちゃうのかよ、それ。人と話すと上がっちゃうタイプでありまして。いやはや向いてないんじゃないか、警察官。本家なりに主張するであります。でもあなたは知らないんですよね。そっか、対面したことないのか。
被害者の正しき捜査官の顔を。まあ考えようによってはそうなるかもしれないであります。あえて人を知ってると知らない守るなお前、どっちにも取れるような発言するな。防犯カメラに映っていない以上証言できるのはあなただけです。その皆さんの本館に対する熱い視線、あえて荷物としてくくるならば重いと言わざるを得ない。証人、ヒャイ、我々は妙な映像を見せられて機嫌が良いとは言えない。貴様も腹をくくって証言するのだ。ははナイフを突きつけたのは正しき道夫だった。貴様がそう判断した根拠を証言してほしい。確かに。いやでもどうなんだろうな、その間こう他の方法では開けられないんですか。無理であります。本館も昔いろいろやってみたでありますが、やつめ登録された指紋にしか反応しないであります。いろいろって何をやったんだろう。確かに指紋が登録された保管庫のロックを解除したならば、その人物は保管庫の担当捜査官だったのでしょうな。そうでありますからして。どうしてそれがわかるんですか。警察関係者たちが噂しているのを本館バッチリ聞いたであります。関係者、所内食堂のおばちゃんたちは情報を流してくれますからして、本館の恋の悩みも聞いてくれるいい人たちであります。ちなみに確かに開いていた保管庫は正しき捜査官のものだった。もう少し信頼できる筋からの情報だ。ふむー、とにかく被害者は自分の指紋で保管庫を開けたということです。しかしこの映像には肝心の顔が映っていません。あの本館あれであります。いいですか、ちょっと発言しても。いいでしょう、あなたに聞いているわけですし。顔はこの際どうでもいいのではないでありましょうか。だって捜査官殿はその手で指紋のロックを解除して、その手でナイフを持って本館をも解除しようとしたでありますから。その興奮と感動、ビデオは余すことなく伝えてる。うん、確かに映像は嘘をつきません。それとも弁護人はこの映像に問題があるというのかな。なるほどさん、一度法廷記録でチェックしてみましょうよ。この防犯カメラの映像どうなんだろう。じゃ一応チェックしてみましょう。それだから一応見るか。いやでも問題あるか。でも太陽くんの手形はついていると。まあ、太陽くんに関して変化はない。だってこ壁にひびが入ってるのは気になるな、あそこね。まあ、とりあえず見ていこうか。起きたね、まあ、今んとこ。てか定点カメラなんだな。まあそのさ、だって定点カメラじゃないのか。あ、なんか落ちた。え、なんか落ちたね今。あ、来たね。こういうの大体定点カメラだろ。しかもなんかアングルおかしいだろ。まあ、上から撮れよ上からだろ大体。ナイフ持ってんな。そこで切りかかんのか。血がついてるしとか確認するか。でもやられてるもんな。なんかあるか。あ、このゴム手袋が落ちたのかな、さっきのやつ。これか。いやでもこれじゃ変わんないもん。別に合ってるもんな。まあ問題はあるんじゃないですか。この防犯カメラの映像にはどうにも不自然な点があります。不自然、その矛盾がある可能性を示しています。この人物は正しき捜査官ではないかもしれない。ないかもしれないだともう一回見ていい？ちょっと待って、ないかもしれない、ちょっと確認しとかないとな。
なんかあれ見るか、あそこの髪型とかさ、ここは分かんないもんな。指が尖ってるぐらいしかないもんな。もうちょい見よう、もうちょい。ここ見よう、こう。いや、分かんねえな。手袋を押したのは分かんないけど、もう定点で撮る定点で、2個くらいカメラ用意して定点で撮る定点で。あ、右肩に血ついてるぞ。でもそれだけじゃ分かんねえな。右肩に血ついてんな。これ右肩の血ヒントじゃない？でも普通に胸、まあまあ返り血の可能性あるけどさ。でもさっきもこいつと血がついたっつってたからな。どれだ？ SL95。 なんですと、そんな矛盾がこの映像に。面白い。裁判長、一つ提案したい。何でしょうか、イセルギ検事。弁護士の主張する矛盾、映像に直接指摘してもらおう。映像の矛盾を指摘する。ちょっと一時停止できんの？わかりました。提案を受け入れ、証拠品の検証に入りましょう。いや、緊張するな。これより防犯カメラの映像を流します。弁護人、あなたの言う矛盾を指し示していただきます。映像の一点を指し示す、初めてだな、そんなこと。正しき道上じゃないかもしれないという証拠でしょ。正しき道上じゃないかもしれないという証拠だ。血がつくとしたら胸だもんな。その正しきの血としてはね、肩はおかしいからな。いやー、でも帰り血臭いけどな。帰り血っていうか、あ、いや、どうかな。まあ、一時停止できることを信じてみるか。SL95 って正しきの、あ、正しきか、あれか、みんなか。あいつらみんなのあれか。いや、どうだ。大丈夫です、なるほどさん。早送り、巻き戻し、一時停止できるようになってますから。あ、それ助かるな。よく見て、指、差し間違わないでくださいね。差し間違うと、本館みたいに裁かれるでありますからして。同音異義だ、同音異義の。刺すの意味が違うだろ、それは。それでは弁護員、お願いします。映像の人物が被害者ではない可能性、一時停止。はい、音楽止まんない。慎重に行きたいな、でもな。いやー、ここら辺とか怪しいけどな。もう最初からやらせてほしかったよな。いや、手袋も怪しいけどな。これ手袋は関係ないか。この段階でも血ついてないな。いや、これでも。いやー、でもどうだろうな。確かでも胸刺されたって言ってたからな。いや、でも。この警察の地下？ここら辺だよな、そろそろ。ここで来て。とっくにかかる。ここの時点でも血だらけなんだよね、ここ。何これ。なんでここでこんな血だらけなの？おかしいよな。正しきではないっていう証拠かと言われたら、まあそれもちょっとあれだよな。いやー、でもどうだこれ。ここ怪しいけどな。
あとさ、この段階ではついてるね。もうこれ段階、いや、指の返り血かな。あんなつくか。でもこの肩の血と落ちた手袋ぐらいしかないよな、足の。手袋でも SL9 号っていうことは関わってはいるから。え、でもこの段階で肩の血ついてないんだよな。ある他になんか正しきじゃないかもなっていう情報あるかな。でも、あ、でも傷は一箇所、あ、でも返り血だもんな。だとしたら、でもこれ、でもあれはないんだよな、証拠が。書き損ない。いや、これでも手袋落ちたのです。あんま関係ないよな。ランプが点灯。いや、でも関係ないか。これわかんねえ。肩の血刺してみるか、とりあえず。それぐらいしかわかるやつないよな。絶対違うわ、もう絶対違う、これ。もう、いや、でもこれ怪しいとこあるか。手袋はあるけど、手袋別に正しくなってたもんな、多分。 SL95 事件ね。関係ないこと話すなよ、もう本当に。ちょっと待って、尋問に戻る。なんだこれ、尋問に戻るって戻れんの、まさか。被害者の個人的な意味も、ただあれないよな。突きつけられてられちゃいましたね。これでも、これ当てないといけないんじゃないか。被害者ではない矛盾。ちょ、考えるわ。もうさ、映像的な変化の段階でさ、もうここぐらいしかなくね、これ。この落ちてる手袋を拾わないっていう。まあ確かに、もう拾わないっていうのは、やっぱ持ち主だったら拾うもんな。さあ、落ちちゃったって拾うはずだもんな。持ち主だったら拾わないんだもんな。どうよ。あ、ちょっと違くない？ちょっと違うな。ちょっと違う。あ、合ってるかも。確かに何か不自然なものを感じます。ちょ、長いかもな、ごめん。時間長いかも。残念だが弁護士、問題を忘れているようだ。問題？現時点で君が求められているのはただ一点。映像の人物が正しき捜査官ではないという可能性を示すことだ。あ。ふむ。ダメだな、やれやれ。もう少し難航を練習した方がいいな。いや、これ戻った方がいいな。間違ってたな。ちょっともう終わろうじゃあ。まあ突きつけるやればいいのかな、じゃあ。あとは、まあ、いや、じゃあちょっと一旦今日は終わるわ。特に何もしないけど。あ、いや、あざした。